お疲れ様です。ジャンクスタイルです。今日は、ホットイドを中心にね、9月の発売分について、今ね、分かってるもので、情報でね、見ていこうかなと思います。まあ予約取り等々で分かってる分ですね。だいたい出揃ったっていうか、まあなんなら10月の半ばぐらいまでもう予約取りね、始まってるんですけど、まあひとまず、9月分をね、まとめてみましたので、ぜひね、最後までご覧くださいっていうか、私が持ってる情報っていうかね、調べた情報っていうのは、これで全部ですからね、今のところこれ以上のことはないんで、最近ありがたいことに各 SNS の、ダイレクトメッセージ DM ですね、結構ねいただくんですけど、まあ夏休み入ってから特に多いかな。あれそれはいつ出ますかとかね、どこどこ限定販売って噂ですけど本当ですかみたいな感じで言われたりとかするんですけど、まあね動画見てと、だから偉そぶるつもりもないし、本当申し訳ないなと思うんですけど、動画っていうのがね、この YouTube っていうのが私の主軸になるもんですから、この辺ちょっと本当申し訳ないけど、そういったのにはもう今後返信しないようにしようかなと思います。もう今全部ね返信してたらかなりの時間取られてるんですよね、 DM でも。で YouTube のコメントならねまだいいんですけど、SNS の DM 対応っていうのがね、ほんとね、辛いっす。なので、まあ、察してくださいよ。一日十数件も、そんな感じで、ね、DM 来たりとかしたら、やっぱ辛いでしょ？一つずつね、丁寧に答えてたんですけど、いや、どう考えても、動画を見たら分かるような内容っていうのが本当に多いので、ちょっとね、もう、その辺はもう、動画を見てとか、返信もしてたんですけど、もうそれもやめちゃいます。すいません。返信しないです。あと多いのが鑑定系、これ何ですかとか、袋に入ったままの状態で、わかんねえよそんなのみたいな画像が送られてきたり、まあ、これはいくらでね買ったんですけど、相場通りですかね、お買い得でしたかねとか、いや知らないっすよ、私鑑定士じゃないからね、ほんと申し訳ないけど、そういった類って言ったら失礼だけど、動画を見てない鑑定系の DM に対してはちょっともう今後一切返信しないです。申し訳ないです。偉そぶるつもりもないけど、ちょっとキャパオーバーですね、本当私の。で、YouTube のコメント欄に関しても、ちょっと全部返信今してるんですけど、頑張ってね。それもしかしたら、ちょっとわかんないやつとかたまにあるんですよね。書かれてる方が言葉足らずで、それをこう聞いて、意図を組んで返信とかしてたんですけど、もうそこまでやんないかな。わかんなかったらもうごめんね、ハートボタンとかだけね、押して、返信っていうのはしない、やんないかもしれないです。すいません。私からのお願いっていうのがちょっと、多かったんですけど、まあ、とりあえず9月発売日を見ていきましょう。9月2日ですね。早いね。ベーシッカーですね。日本向けの H アソートと単品販売ですね。こちらは単品販売が、まあ、ちょっと苦肉の策って感じかな。日本車がないんでね。まあ、この中だと単品販売とか含めても、まあ、ダッチバンとクールコンビかな、クールコンビとダッチバンが人気かなと思うんですけど、どうですかね。ちなみにこれ乗ってないけど、トレジャーハントはドゥガティ1199パニゲールですかね。でスーパートレジャーハントは今回熱いよ、ウロリーチェイサーですね。まあレトロレーサーの謎車っちゃ謎車なんですけど、これね欲しいなと思うんですけど、欲しいなと思って手に入るもんじゃないからね、みんな欲しいよね。で今のところ次のアソート J アソートが飛びそうなので、9月発売分、まあ9月初登場の分に関しては、10月手に入らないという可能性が大いにありますので、できればね、気になるものなんかがあればね、9月でね揃えておきましょう。だからまあ9月のアソートっていうのは8月分がまあ半分か半分以上ぐらい入っていると思うんですけど、箱にね。で9月の、初登場のものっていう新車だったりニューカラーのものがね入ってるんですけど、9月のそういったね新車とかニューカラーの分が10月には入りませんよっていう可能性がね今あるっていうことで、まあ、できるだけ抑えときたいというか、まあみんなそうだよね、みんな抑えたいよね。まあでも無理しない方がいいですよ、どうせコンプっつっても日本版なんで、なんだろう、今回の H アソートに関しては半分ぐらい、半分以下かな、まあ入ってないんですよね、日本向けに。無理にコンプしたところで外国勢にはかなわないし、コンプっつってもね日本版のコンプになるんで、まあ自分がね好きなものを、追い求めた方がいいんじゃないかなと最近思いますね。で9月の2日はこちらも出ますね、まあ確定でしょう、ドンキホーテ限定でハロウィンのアソート、なんていうのかな、まだアソート名がちょっとよく覚えてないというかね、
なんですけど、まあ確実に出ると思います。販売店舗なんかもね、出てるんですけど、まあ結構な数、この間のね、ブロンコ R コレクターズエディションのものが配布された店舗にも全然多いので、結構な数入ってくるんじゃないかなと思います。こちらもね、私、過去動画でね、上げておりますので、っていうのがまさかね、ドンキホーテ限定とはいえ、国内販売されるとは思わなかったんでね、毎年これ入ってこないのよ、日本に。今年も入ってこないだろうなと思って、輸入が並行輸入品を買ったんですけど、まさかの、国内販売決定というところで、これデザイン、カードデザインでね、ほんと皆さん余裕ないかもしれないけど、ベーシックカーのね、発売日と被ってるんで、いいかもしれないけど、できればね、揃えていただきたいなっていう感じですね。私買った金額の6割の程度でね、手に入るんだから全然一緒。でベーシックカーとハロウィンのアソートの翌週ですね、9月9日、カーカルチャーのキャニオンウォーリアーズですね。こちらが出ますよと。私の動画でも取り上げたことがないので、まあ、サクッとですが、1台ずつ見ていこうかなと思うんですけど、まあ、01BMW M5、BMW のプレミアムコレクターセットだけにしかね、入ってなかったんで、今回ね、新色でこちらの方に入ってきたんで、まあ、これ狙っているっていう方も多いかもね。で、87フォードシエラコスワース、昨年のベーシックカーで確かデビューですね。なので今回初のプレミアム化、まあ、これも外せないですね。で89ポルシェ944ターボですね。これ超新機が乗ったやつね、ベーシックカーでよく見たと思うんですけど、こちら初のプレミアム化ですね。あと73ボルボ 142GL ですね。これなんか一瞬わかんなくなったんですけど、72年式として去年出たやつだよ。だからアウトストラッセあれに入ってたやつですね。でアウトストラッセの時がチェイスがあったんですよね、黒。まあ日本に入ってこないんですけど、そちらで、まあこれもわりかし人気だったと思います。アウトストラッセの時ね。ベンツと、これが人気だったと思うんで、これはね、ぜひ押さえておきたいですね。で、メルセデス・ベンツ 500E ですね。これ2021年のベーシックカーでデビュー。もう大騒動になりましたね。いろいろあったね、これ。もうここで話出さないですけど、まあいろいろありましたね。単品販売にもね、なってるんで、まあその後、赤いベンツなんかね、未だに置いてあったり、ペグにあったりとかするんですけど、まあ、初のプレミアム化ということでね、これ人気でしょうね。で、これチェイス設定、黒があるんですけど、まあ日本にはおそらくね、入ってこないと思うんで、って感じで、まあこれ、割とね、そんなの初のプレミアム化とかね、というのが多いので、まあどれも外せないかなと、一通り買ってていいんじゃないかなと思います。特にベンツあたりが人気だったかな。これも単品販売、されてますんで、もう予約結構なくなっちゃったかな。まあベンツが欲しいよとかいう方はね、朝から行ってみてはいかがですかね。で、第3週ですね、9月16日、トミカの日と同じか、ワイドスピードの、プレミアムのアソートが出ますね。これもう最近なんちゃらってこうアソート名がないのよね。だからわかんないんですけど、ちょっとね、海外でこのラインナップが出た時にちょっとざわついたんですけど、まぁ、ちょっと見てみましょうか。カスタムアキュラインテグラセダン GSR ですね。これ、こちら新車なんですよ。ミアのインテグラっすね。これね、買ったよ、予約したよっていう方多いんじゃないですかね。その次が1999日産マキシマですね。こちらも新車なんですよ。これ、予約したよっていう方もいいじゃないですか。同じこと言ってるけどね。この辺はやっぱ暑いっすよね。もうアイスピはね、ちょっともう、1、2あたりぐらいまでは、3ぐらい。東京ドリフトか。ぐらいまではね、ちょっと出てきたもの全部、ホットイル化していいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。で、BMW M3E46 ですね。こちらが、去年はアウトストラッセか。入ってましたね。2020年のファーストユーロでデビューして以来かな、 YSP バックで出るのが。で、カスタムマスタングですね。まあ、これフォードシェルビー GT350R なんですけど、これは2021年のフューリアスフリートの再販になるんでね。その時結構売れてたよね。なんか残ってるってイメージなかったですけどね。で、アルファロメオジュリアスプリント GTA ですね。まあ、これ去年のほらコレクターズエディション、3000円でね、配布のやつの一発目でしたかね。日本では。だったと思うんです。あと、スペッタコラーレで最近入りましたね。YSP 枠では初ですね。やっぱ、インテグラとマキシマかな。この辺人気が集中するんじゃないかなと思うんですけど、まあ、
皆さん予約してらっしゃると思うんですけど、もし予約してないよという方いらっしゃったらね、なんとかね手を尽くした方がいいでしょうね。で、第4週ですね、9月23日なんですけど、こちら、ワイドスピードのシーアソート、テーマアソート、シーアソートなんです。これなんじゃと、シーって何みたいな感じなんですけど、要はベーシック仕様の、サイドラインですね。で、最初がイオンシネマかなって出ましたね。忘れもしない5月5日ですよね。で、その次がヤマダ電機限定で、あれが、7月だっけに出たと思うんです。それの続きなんで、でこれラインナップ出てた時に海外に、でね、なんかまたどっかの販売店限定かなと思ったら、まさかの一般販売で予約取り、結構前に始まりましたね。最近までちょこちょこいろんなお店で予約取りあったんで、まあ、箱ごと予約したっていう方が多いかな。もういつも騒動になってたからね。こちらもちょっと軽くですけどね、1台ずつ見ていきましょうか。70ダッチチャージャーですね。これはまあ毎回出てるからね。今年は5カーパックに入ってましたね。ホイールがね多分違うと思うんです。で、ホンダ S2000 ですね。まあこの仕様では2020年のクイックシフターズ以来で、その前は2018年か。まあこれも人気でしょうね。っていうか、そろそろこれ屋根がないのが欲しいな。これ複数買いして誰か屋根ね、なんか取ったりしないですかね。これこそ私トミカプレミアムのアンリミテッドで出してほしいんですけどね。で、マツダ RX8 ですね。まあ、ワイスピ仕様では新車ですね。ベイルサイドですかね。わかんないんですけど。まあ、これはまあ、新規の金型の新車ですね。で、69カマロ。これは昔からあるキャストで、まあ、最近だとワイスピ仕様で水色が出たんですけど、これはまあ、今回はニューカラーですね。新色。で、1971、日産スカイライン2000 GTR。これ見たことある気がするけど、顔が全然違う新車ですね。なんか、わけわかんないけど、まあ、顔が違いますよ。で、ブライアンの箱スカということで、ブライアン狩りが行われるかもしれないですね。で、その次もブライアンですね。2009日産 GTR。ちょこちょこ出てるようで、2018年以来ですね、の再登場。まあ、再販なんですけど、まあ GTR だし、売れるんじゃないですかね、普通に。ブガッティ・ベイロン。これね、見たことある気がするけど、これも実は新車っぽいんですよ。なんかどう違うのみたいな。ベイロンね、出てるし、みたいな感じですけど、新車っぽいですよ。で、15メルセデス AMG GT ですね。こちら2020年の再販。で、今年はね、ヨーロピアンカーカルチャーマルチパックに入ってますよ、と。で、17アキュラ NSX。これね、2020年と2022年にプレミアムラインで出てて、なんなら未だに両方ともあるっていうね、ペグに、お店によってはね。で、ワイスピ仕様、この色でのベーシックカーの仕様では初めて。販売になるんじゃないかなと思うんですけど、これね多分残っちゃうかな。まだなんか特定のお店ではなんかもういろんなところにこれがあるっていうね、プレミアムのところにこれがあったり、ベーシックカーのところにこれがあったりとかね。ダットさん 240Z カスタム、これ新車っすね。これ最新作私結果見てないんでよくわかんないですけど、ボンネットが何やら騒がしいっすね、これね。まあこれも楽しみにしたいと思うんですけど、まあさすがに普段、ホットイールあまりね予約されない方も今回はしたよという方が多かったんですけど、今予約っていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。でも当日も結構いろんな店で販売されると思うんでね、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、新車なんか中心にね、やっぱり狙っていきたいっすね。どうしても日本車びいきになっちゃうかな。で、9月は第5週までありまして、30日、もう最終ですね、ほとんどなんですけど、プレミアム2パック出ますね。こちらも、まあ、サクッと見ていきましょうか。日産スカイライン GTR、まあ、R33 と MBK 版ですね。これも、まあ、スピードショップガレージのやつの再販で、R33 は初のカラーリングですよ、と。これは結構、なんか話題になってたね。ワイドスピードの、GR スープラと、まあ、昔のスープラ。昔のっていうかね。のセットで、なんかどちらも再販だから、あんま人気ないかなと思ったら、結果これから売れてましたね。GR スープラがね、やっぱツヤ消しっぽいんですよね。なんでツヤ消しにしたんだろうね、これね。で、1969フォードマスタングボス302と2014カスタムマスタングですね。これ1969年のフォードマスタングボスの方が、とね、結構前、2019年だって、カーカルチャーガルフのやつですね。結構売れ残ってたイメージがありますけどね。私もなんか、なんだかんだで
クリアランスなんかでも結構手に入れたような気がします。で、2014年のカスタムマスタングの方が新色です。まあどちらもガルフカラーということで人気じゃないかなと思ったんですけど、どうすかね。残るんだ、これが残りそうだな。2パックになった途端残りますからね、人気車種でも。とはいえどうかな、 HKS のセットとか YSP セットは売れちゃうかな。これ予約し忘れたよという方も全然まだまだね、予約等々できるんで、どうすかね。まあ当日でも普通に買えるんじゃないかなと思います。毎回ね、そうだね。結局マッチボックス、久々にね、対応に出るんで、まあ、サクッとですけど、見ていこうかなと思います。ベーシックカーの T アソートですね、まず。ってことは、S アソートが飛んでるっぽいですね。で、これ S アソートの分が結構入ってきてるので、頭が回る方はね、こちら、まあ、箱で予約されてるみたいですね。今回の T アソート、9月分をね。なので、なんか普段こんな売り切れたりとかしないのに、なぜか今回9月分だけね、マッチボックスのベーシックカーが、予約完売してるっていうお店が出てきましたね。で、ムービングパーツが G アソートですね。テスラモデル3にメルセデスベンズスプリンター2020レクサス LX2020 日産リーフ2023日産 Z でトヨタ FJ クルーザー1961ジープ FC シトロエン EC4X ですかね。どうだろうね、なかなか良さそうな感じなんで、私これ予約しちゃった。ムービングパーツもちょっと紙一重なところがあってね、揃いづらかったりダダ余ったりとかわかんないからね、とりあえず一応予約したんですけどね、見た感じ良さそうなんでね。で、この週ちょっとねやばいことになってるんですよね、支払い金額が。で、久々にコレクターズも出ますよと、 U アソートということで、1966トライアンフ TR6、 これ2個入ってるみたいですね。で、2012レクサス LFA、 これも2個ですね。で、フォルクスワーゲンの T2 バス、これ人気そうなんですけど、1個しか入ってない。1988シェビーモンテカルロ LS、これも1個なんですよ。で、16シェビーカマロが2個。だから、そうだね、T2 バスなんかやっぱ、どうしてもね、争奪戦になっちゃうかな。ほとんどのお店がこれね、1ケースか2ケースしか、入れないと思うんでね、ちょっと難しいかもしれないですね。普通に作りのこと仕上がりますね。モンテカルロあたりってさ、なんかあんま人気、まあそっか、でもこれも一個か。うん。で、ちなみに私これ予約しちゃいました。だって手に入らないことが多いので、一応ね、保険かけてやってますね。だから私も、ね、やることはやってますからね、保険かけてやってるよ。で、久々ですね、こちらもあのジャパンシリーズですね、あのトミカと同じような箱に入ったやつでも、なんか破らないと出せないやつですね。これが1990トヨタ MR2W20、 こんな、なんかまたバリエーションなのかな。で、1988マツダ RX7 の2022レクサス LX で、1975三菱ランサーセレステの2021マツダ MX30、 2020日産リーフって感じですね。見たようなのもあるけどね、これはどうだろうね、今回 MR2 かな、どうでしょう、またあれかな、リトラ開閉ハンドル左右とかあるんかな。あんまりこれ系でバリエーションがあったっていう話も聞いてないけど、中開けないとわかんないしね。まあちょっとその辺ね、チャレンジしてみたいと思います。9月のね、発売分ホットウィールと、まあ、ちょこっとね、マッチボックス見てたんです。ちょこっとねっていうか、マッチボックスね、月末にすごい出たね。だからもうこんな感じで出すぐらいだったら、均等に出してくれたらいいのにって思いません発売がね、全くない月があったり、ムービングパーツだけとかね、いう時があったりとかね、って感じですね。で、ホットウィールに関しては、そんなに出ないね。まあ、要は、キャニオンウォーリアーズでしょ ?9 月9日の。9月16日のワイスピのアソート。プレミアムのね。で、9月23日のテーマ C でしょ。あ、そうだ。9月2日に、あの、あれだ。ハロウィンのアソート。9月30は2パックぐらいで、まあ、いい感じに1週間に1個ずつとか、まあ、9月2日だけね、ちょっとベーシックカーとか被ってますけど、財布直撃っていう感じでもないけど、店頭外しかやんない方、予約されない方は人気どころにね、集中しそうな感じはしますね。他に買うもんないしね。もうそろそろでね、プルファンクラブをね、更新されたりなんかもしますので、またそちらね、出次第動画の方にさせていただきますので、動画見て、
DM するぐらいだったら動画を見てくださいね。あとちょっと最初の話に戻っちゃいますけど、あの心からのお願いです。すごいよ、あのツイッターだっけ X、 あれもなんかとんでもない数、横に数字が気づいたなってたり、インスタなんかもね すごい数が横にこう丸くねなってるんですけど、なんだろう、もう開くのがちょっと、ああもう返信しなきゃいけないなとか思って開けずに、結果その友人からの重要情報をちょっと遅れたりとかするんで、もうちょっとそういうのを勘弁なと思ってね、すいません、ちょっと偉そぶって聞こえるかもしれないけど、本当申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。